じょーす。お邪魔でーす。こんにちは。はい。まあ、そんなわけで、そのボードの紹介してみようかなと思って。あんまそういうのやんないじゃないですか、俺。なんで、ちょっと手の内を若干明かしていこうかなと。若干ね。とりあえず、1個目。これはね、もう、さっきね、動画撮ってたんですけど、はい。まずこのブルースドライバー ZDD ブリガディア。これストライモンのエルキャピスタンのなんか初期型みたいなアップグレード前ですね。だから V1 みたいな感じですね。で、こっから AB ボックス行って B に行くと、このルーパーからチューナー行く。で、このアウトを使えば、このチューナーとルーパーを通った音が行くので、このルーパーが使えるんですね。で、A だとバイパスしてて、まあ、こいつは別に使わないよって時は A に行く。で、ミュートにもなるね。まあ、結構、メインのボードのシステムに近いサブボードみたいな感じです。で、2個目。これ多分あんまり出したことないんじゃないかな、このボード。こんな感じですね。これ足元作業するときにいつも置いてる。これなんかいる。お前そんなとこにおったん？こっからインターフェース行って制作してるっていう感じですね。だファズはもう絶対にいつも置いてて、で、まあ、ここに今コーラス入ってるけど、普段はなんか歪みのペダルが入ってたりとかで、こうパッと適当に聞きたい時にすぐ音出せるボード。だこいつ繋いだりとかね。これ LA 持ってったボックスですね。LA の路上で使ってたやつはこれです。はい、そんな感じ。まあサブサブボードだね。もう超サブ。ベースのボードをね、さっき作ったんよ。うん、くしょ。こんにちは。はい。こちらベースのボード、ベース用ボード。シンプルっすね。4000プリ来て、ODB3。で、ベース申請来て、これ DT10 かな？ DT10 だね。っていう、もうなんかボスの回しもんみたいな、ペダルボードですね。これは結構バクサスでやるときに使っていこうかなと思ってます。で、今年から使っていきたい激ヤバボードが一枚あるので、それがちょっとメインディッシュになるかな、俺的には。で、まあ、あんまり俺のボードのことをね、知らない人も多いと思うんで、メインのボードもちょっと紹介しようかなと思うんですが、ちょっと家にないので、村っていうね、スタジオ兼、スタジオ、場所にあるから、ちょっとそこまで取りに行こうかなと思います。はい、一旦終了。そうなんだね。村に到着しました。また例のごとく細川が手伝ってくれまおめです。とう、明けまして。明けましておめでとうございます。ちゃんと撮ろうかなと思うんで、ちゃんとマイクとね、ハンディをセッティングしてやるぞ。ああ、リップシンク、ここ、これ、イエス。さあ、やっていきます。中川さん、はい、どうも。俺のボードです。広い広い 面積 今年のボードです。いやー、気になるでしょ。特にこっち こっちね。増殖してるもん。なんだろうね。あんまり紹介できてないんでね、やっていこうかなと。カメラマン細川氏、はい、よいしょ、やっていきますよ、今年も。よくしょ。はい。あ、おそうです。そういえあばそうだ、らこいつです。こんにちは、はじめまして。はじめまして。かっこいい。いい感じだよね。あ、ちょっとラメっぽいんだね。ほぼほぼ市販品だね。うん。色だけ若干薄い。2号機だから、まだどういう塗りにするかみたいなところだったっぽくて。で、初号機はもうね、加藤さん、もうほぼメインみたいな感じで使ってるから。あ、そうなんだ。最初初号機持ってくみたいな話になってたんだけど、メインで使っちゃってるから。いや、でもめっちゃ良かった、メイン。で、まあちょっとね、このボード通すの初めてなんよ。おら、別で、あ今らこあのら。鳴らすの。ちょっと鳴らしてみますか。例のごとく、この、フリードム。フリードム。しかも、プラグインっていう。いや、いいんよ、これが。はい、とりあえず、バイパス。まあ、こんな感じですわ。なるほど。まあ、まだね、若いっすね。
確かに結構硬い感じですね。硬い感じ。アンプのセッティングあったら、まあこんな感じです、うんうん。まあ、よく踏むやつからいく。これブルースドライバー、はい。そうなんです、うん、いいね。これこいつの素性って話したら、いやね、それはね話しておいた方がいいと思う、うん、え、知ってる？俺は、うん、なんかオイルコンデンサーがどうのこうのって話じゃなかった？いや違うんよ。違うんだ。これね、まあ、さっきもね動画撮ってる時に喋ったんだけど、うん、俺95年製のブルースドライバーめっちゃ持ってるんよ。うんうん、いっぱい持ってるね。で周りのやつ合わせると、うん、あの周りのやつらもなんか買ってたから、うん、合わせると大体多分20台ぐらいあるんだけど、うんうん、19台ほぼほぼ同じなんだけど、こいつだけ全然違くて。そうなんだ。なんか音全然ちげえみたいな。それは何が違う？なんか一応ネイチャーサウンド組んださん曰く、うん、予想がこいつだけ、まあ一応95年製初期型なんだけど、うんうん、他の初期型と比べて基板がもう全く違うから、おう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 、なんかデモ機だったんじゃねえかっていう。へえ。で94年まで日本製ない、うん、うんうんうん。で95年からあの台湾製になるんだけど、うん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 、まあ、だから日本製なんじゃねっていう。へえ、日本製説あるんだ。そうなんだよ。何が違うって言ってたかあんま覚えてないけど、ちょっと TS っぽい。わかるわかる、わかるわかる。だからハイがあんま出ないブルースドライバーの割に、ジャキーンってなんないんだよね。そうなんだ。っていうペダルです。いいな、はい、スペシャルな感じ。これちょっとね、うん、語ったの初めてかも、うんうん。で隣がね一応、まあ、ジャンレになるんかな。箱違いね。箱違いのジャンレ、うん、まあ、こんな感じの、うんうん、まあ、こういう風に使うことがいいかな。的な、はい、もう他にいりません、うん、こっちはこっちはなくていいなくていいんだよ。多分インバージョンってこれ入ってるからボードのさ写真とか結構、うん、あの上がること多いんだけど、うんうん、インバージョンと勘違いしてるんだろうね。そう、でもつまみ多いよね。そう、ジャンレイです。ジャンレイ。ここがいわゆるホットコールドのさ、うんうんうん、ここに本来ついてるミニスイッチみたいな。そこについてんだ。そう、なんかネジでできるところを上げてもらって、へー、一応確か2桁バンダイのやつをコピーしてもらってるから、へー、だからかなり精度高いジャンレイ。なんで箱は変えてやる？ジャンレイの筐体の音があんまり俺好きじゃなくて。なるほど。この筐体の音がすごい好きなんでね。あるんですね。このくんださんの、うん、ネイチャーのこの筐体が、ね、そうそうそう、うん、この AB ボックスなんだけど、うんうん、これも筐体がまあキンキン言わないから。はぁ。だからあの真鍮で作ってるじゃん、うんうん、あのベムラムって、うんうん、俺あの音が苦手なんだよね。へぇ、そのちょっとカツンってなるっていうか、あんまりこうローが伸びない、これのがやっぱ伸びる。はぁ。で、ちょっとこう、うんうんうん、ふくよかな感じが出せるというか。ぜひとも普通のベムラムを隣に置いて聞いてみたいと思います。いやそれはね、ちょっとベムラムに失礼かな。確かにね。まあそんな感じ。ベムラムなんですね。はい、ジャンレイでした。ジャンレイでした。で、まあ AB、 はい、まあ俗に言うね、ツゲボックスとか言われてるやつですね。言われてますね、界隈では。細川持ってるっけ？俺はツゲボックス持ってないですよ。作ってもらおう。作ってもらおう。要ですね、このボードの。やっぱ AB の質がいいんで、まあチューナーのアウトにこう、うんうん、なってるだけなんだけど、うん、バイパスに影響があんまり感じない。大事、うん、大事なんだよね。まあ、ただやっぱ抜くと、うんうん、スイッチ増えたなって感じするけど、多分中身でいい感じに変えてくれてる感じ。そうなんだ。調整してるボックスだなやつです、うんうん。でこっからディレイ行って、まあディレイはね、うん、おなじみのエルキャブス、ね、みんな使ってる、最近のギタリストみんな使ってる。まあ影つける時とかはこういうショートディレイで、ここを踏むとロングになる。
本当だ。で、ショート。なるほど。まあだからフェイバリットスイッチですね、これは。なるほど。え、それは覚えさせとけるってこと？タイプ。そう、ロングが覚えてる方で。なるほど。だからもう結構くすんでるけど、うん、今のセッティングだと、ね、あんまりそうないセッティングに変わる。なるほど、ね、ただこれ1個不満があって、ストライモン。はい、ストライモンに不満があります。これね、 V1 だと怒んないんだけど、うん、この状態でフェイバリットスイッチ踏むとさ、このショートじゃん、ね、ああね、俺ね、そう、今さっき感じたね。そう、このタイムも一緒に追従しちゃうから、なんかこう、若干こうね、発信する時のあの、うんうん、音程変えるみたいな感じになっちゃうのがちょっと気に入らないですね。はぁだから V1 に戻した方が俺、この挙動的には好きなんだけど、うんうん、音はもう間違いなくこっちの方がいい。はぁですね。いや、もうつまみのタイムをクッと変えた時の挙動と同じになっちゃうってことだよね。そう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 、うんうん、だからそこがこう分裂してないところが若干不満だけど、うんうん、まあ音がいいんで使ってますという。で、まあこのセクションはまあすごいオーソドックスなセクションというか、うん、そうだね、従来の、うん、まあみんな揃うであろう場所。こいつが電池で動いてんだけど、はあ、これ電池のボックス作ってもらってて、いいね、ここに残量あるかどうかっていうのを追加してもらったやつで、これずるいよね。いいよね。で、まあここが近いじゃん、うん、だからあの不具合あった時でもこうスッとこうこっちに、はあ、そこも距離感考えられてんだ。できるようにっていう風に組んださんが組んでくれて。なるほど。まあでもトラブったことほぼないけど、うん、受け側のさ電池の、うん、たまに相性悪い時あるから、はボードが揺れた時にこう抜けるとか、うん、テープつけるようになったからだいぶ事故少なくなったけど、うん、まあ事故ったらこっち行けますよと、うん、そのボックスのはもうアダプターが出てるもんではないの？そうそうそう、無理やりこう伸ばして下のやつ作ってもらって、それもね、羨ましい話だよ。で、行ってますと。なるほど。このワウはあんまり言えないんだけど、ヴィンテージのワウです。なるほど。うん、安いっす。あ、そうなんだ。うん、だからあんまり言いたくない、ね、なるほど。まあ、これちょっと組んどきますか、うん、はい。的な、うん、めっちゃギリギリのとこまで行く感じするね。ギリギリのとこまで行ってるけど、あんま痛すぎない感じっていう。しかもギリギリのとこなんだけど、そう、痛くないし、うん、全部コードする、うん、ほんとだ。それはすごいね。これはね、ないよ。それはすごいね。これマジでないんすよ。これは個体差っていうこと？いや、このこのヴィンテージだとかっていうやつ。なるほどね。まあ一応68年製ですね。ほう、こっちですね、はい、本命の、うん、みんな気になってるであろうファズ、うん、ついにこれの情報一切出してなかったんだけど。そっか、あんま知らんしよ、細川も、うん、なんで2つあんだろうって思う。だよね、うん、そう、これまあ1個目というか、まあパラメーター見てくと分かるんで、とりあえずこいつから弾いてくと、これだと普通にファズただの、うん、まあ普通にあのいいファズですね。いいファズだね。で、こっちがまあ例のゲート聞くっていうか、こういういわゆるやつですね。そのそれだね。これあれだ、今この状態さ、最初のインバージョン撮ってる時と同じ状態だわ、うん、あー、そうなんだ。そう、 MV のインバージョンはフリードマン、あのキャビシミで撮ったから。そうなんだ。だからアポロに突っ込んで、うん、で、こいつでって感じだね。へぇ、で、しかもバッキングも確かこれね、同じ音する。ほんとだ。だから、あのラッサビとかとか、これで撮った。ああ、これと、これと6号で、あとジュニアも一応使ったんかな、その時は。これをファズでプレイしてる時があって、あのゲートかけたい、逆の方が合うか、ゲートかけたいだけど、こっからあのファズ、そのゲートかかってほしくない、うん、こうクランチに
な。あ、じゃあこれもうここの2つだけでいいんだ。そうそうなんですよ。だから俺のボードってちょうどこのワウを挟んで、うん、ファズのセクション、うん、あのオーバードライブのセクションっていう風に分かれてる。うーん、だからこれの方が歪むからブルースダイバーのが、うんうんうん、でジャネの歪まないようにしてるから、うん、こうしたらはぁ的ないい音ブースできるしっていうのとゲートから、うん、この的なはぁっていう感じだね。なるほど。あとこのボードの細部を言うとどこもちゃんと抜けます。あ、そうなんだ。抜ける距離にあります。それ素晴らしい。うん、だからここが事故ったってなったらもうこれをそのままプレストライバーにつなげるっていうのもすぐできる。はぁ。でこれがないとあのシンプルに安直にするしか方法がなくなるじゃん。うん、もう動画考えてもこれ踏んでる時に調子悪いな、これ踏んでる時に調子悪いなってのがあったらもう変えれるから。はぁ、プロ仕様だね。プロ仕様ですね。プロ仕様だねそれは。でこれを俺はだいたい4年5年ぐらいずっと、うん、もうこのもうここが変わったぐらいかなで使ってますと。はぁ、じゃあ以上はしらふくのボードでした。待て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 なんじゃこれは。何が増えてんだ。増えてるようで直列じゃないんで、うん、エルキャピスタンからラインセレクターの E にこれ来てるんだけど、なるほど、こっちがもうぐーっとこっちから、ね、そうこいつに来てて、うん、アウトプットがここから出てるんで現状だとこいつしか増えてないけど、ラインセレクターのおかげでまあどれを増やすかみたいな感じで選んでいけるんで、で今設定としては A、B、バイパスみたいな感じだから、うん、でこの A にこの3機が入ってて、B にこいつが入ってるって感じですね。何が起こるんですかね、この見慣れないセレクターたちは。そうだよね。一個ずつ解説していくと、まあ今 A、ラインセレクター A で、こいつ、プラズマコイルだけ。まあこれにすごく似てるよね。そうなんだよね。だからなんか現状、うん、こいつらを市販することは多分一緒ないので、うんうんうん、近い音出したかったらこれを変える。あー、これはね中にプラズマ感が入ってるんだよね、かっこいい。そうそうそう。やっぱその認識で合ってるっていうか、うん、似てはいるんだね。ただファズじゃないよ。あー、おそらくだからインピーダンスとかもあんま関係ないし、うん、本当にこういう音が出るペダルって感じだと思う。オーバードライブでもないし、うん、だからあのビットクラッシャーとかに近いんだな、うんうん、イメージ的には歪んでるように聞こえるみたいな、うん、なるほど。でこいつなんかアッパーもできるんでとか、オクターブ下できた。あー、ゲテモノになってきたね。で、二つ上と下できた。で、あと一応ラッチとアンラッチが選べるから、まあいいね。みんなこれを買おう。これラッチアンラッチってのは踏んでる間だけ効くっていうやつだね。そうだね。で同じメーカー、はい、ライトペダル、うん、これも同じくラッチとアンラッチついてて、うん、で普段はこうアンラッチで、逆だ、アンラッチか、アンラッチで的な、踏んでる間だけ効く、踏んでる間だけ効く謎のリバウンドペダル。これもね、見た目可愛いんだよね、このブランドの。そうだね。まあ、いわゆるオプティカルスプリング。スプリングだと、このスプリングの揺れに対して反応するリバーブ、うん。で、このオプティカルっていうのは、光に反応するリバーブ。なるほど。で、この光の速度も変えれるから。なるほど。ビッグヘッドっていう曲で使ってるのがこういう感じで。
みたいな。知ってる。それかーってなった。音源聞いてこれ見てそれかーって。もうちょい早いか。的な。いいね。そう、こういうペダルです。常人はどうやって使うの？まあでも普通にリバーブとしても使えるから、だからなんか。先にですね、こういう普通のプレイでも、みたいな。まあしかもこの揺れ方も選べるから、今ちょっとあんまりこう揺れない感じで使ってるけど、もっと速くするとさね、ちょっとトレモロっぽい感じにもなる。であとゲートついてるから、ゲート剥がすとこの音にも乗ってくる。ただまあ乗らない方がテールについた方がかっこいいかなっていうので、これは独特だね。です。いい、このハビットだね、はい、こいつの使い方は今現状こういう感じになってます。なんだ。まああのディレイですね。待て。危ない。ディレイの音が返ってきたときにピッチが5度上がる。すごいね。でまた返ってきたらそれが5度上がって5度上がってみたいなのが続く。こういう感じ。なんでそのリズムで上がるんだよ。分かんない。あ、でも変えれる。もっと速くできるし、ね、島っぽいよね。うん。オクターブじゃない島みたいな感じにできたり、あとこういうスライサーっぽい。で、まあ極めつけは今のフレーズを剥がせるっていう謎の機能が録音してるってことですか。さっき弾いたフレーズを呼び起こせるっていう。だちょっと断片的すぎてあんまり出てこないけど、まあそういうペダルです。これこんなサイズよ。こんなサイズでこんないっぱいいろんな機能があってね、うん、これだって裏もなんか結構えげつない。そうだね。見たことない。そう、スキャンに対してランダムに聞くようになってて今、うん、スキャンに対してランダムに聞かずにマニュアルになるとこの幅の中にあるよとか。はぁ、まあ、ちょっと設定維持のめんどくさいからやんないけど、うん、というペダルです。こいつね、いっちゃ大きいね。こいつはまあ B に入ってるんで、今まで全部 A に入ってるんだけど、ここだけ B です。弾いてみるとこんな感じ。トムミッシュとか使ってる、確かに、うんうんうん、的なやつですね。エンペロー的なね。そうだね、共同だね。で、最近発見したのが、おう、出た出た。これでちょっと音弾くと、ははははは、もう実音鳴ってないから、これ今。とかね。まあこれでまあ破壊しようかなと、いろんなライブハウスのスピーカーを。やめてほしいね。本当にやめてほしいね。だってこれさ、それ発信ってことだ。発信っていうか、なんでフィルターなんで、うんうん、どこまでこう出すかみたいな、フィルターのそのスロープがいるイメージ、うん、でそのスロープに対してこいつを上げすぎるとそのピークだけ出てくるから、なんかカーブ、エンブロークのカーブだったりとか、どのぐらい入力するかとかを決めるつまみがあって、ミックスもついてるやつ。どんなやつやん。でもかっこいいよね。何弾いてもかっこいい。まあ俺が今後やっていこうかなと思ってるのが、
この AB ミックスして聞く状態で、そう、今全部聞く状態で、みたいな。うおいやこれ新しいよね、うん、じゃこれでさギターリフさ、うん、あったらさなんかシンセみたいじゃない危ない。だから左はもう完全にお遊び系だね。そう、FX お遊び系だから曲によってね、まあこのミックスで使うっていうのはなかなか多分ないと思うけどこいつとか面白いから、うん、で絞るとさこういう、うん、みたいな、ちょっとあのサックスとかトランペットのミュートしてるみたいな音になったりとかするから、うんうん、いいよねっていう感じです。まあこれがいくらかかるかっていうのは自分で計算してみてほしいですねそうだね今の相場を計算してみてほしいね、うん、一応これでアウトボードとしても使おうかなと思ってて、ほう、あのドラムとか取ったらここにインサートできるようにこのラインセレクターを手に入れたっていうのがある。はー、それはすごいですね。はい、だからいつでもミックスの時にこれが立ち上がるようにっていうボード、汎用性がバカ広いってことだね。うん、だからベースでもね、うん、何度か細川の前で使ったことあるけど、だからバクサスでも使ってたりするから使ってた、ね、ベースでも使えるように、でギターでも使えるようにやつらだと思うから。なるほどね、うん、まあやっぱ横にこう広げていく方がなんか完成したボードをつなげていくっていうめちゃめちゃワイルドなボードの作り方を今してて、うん、だからここのラインセレクターだけちょっと変わるかもしれないけど、うんうん、とかまあ、くんださんが手に入れてくれたらそこが変わるんだろうなとか、この配線とか俺が今現状やってるから、うんうんうん、まあちょっと見せれるものじゃないし、うん、さっきから見えてるんだけど、うん、これね本当にくんださんがやってくださったね配線は本当に素晴らしい、ね、美しいよ、うん、もうすごいからね、うん、だってね新幹線のね、うん、線路みたいなのあるもんねここまでねで、このプラグはさ、距離感的にちゃんと剥がせるようになってて、うん、そう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 、に比べてこれ見てよ、ひでえよ、ひでえよ、とりあえず詰め込んだって感じだからね、カナレだったりプロビデンスだったりもう絶対クラシックプロだろこれっていう、ね、ありもので作りました、ね、まあただラインセレクターがいるからくんださんのボードにあの失礼のないようにはしてる。なるほどねここでね普通はこうこのまま行くっていう設定になってるからね。そう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 、スルーしてる時はもう、うん、あのくんださんの音が極力出るようにっていう経緯のラインセレクターっていう。そうです、だからここの質はやっぱこだわりたいかな、うんうんうん、今後は。まあこんな感じです。広いんだよこれ面積そうでな、こうだからな。そうだね。え、これライブの時はどうするの？センターにこれがあるってこと？まあライブの時はそう、一応ここバミってあるからセンターここなんで、うん、まあだからラインセレクターの位置ちょっと悪いなぁとは思うんだけど、うん、それちょっと遠いね。まあただね、こいつをこのこっち側、うん、に置くのもありかなぁとか思ってたりしてるんで、はぁ、まあそこは臨機応変にちょっとやれればなぁという感じです。なるほど、はい、まあそんなとこかな。シンプルではないね。まあシンプルじゃないね。ここまでは良かったんだけどね。ここまではそうだね、ここまではもう割とシンプル、うん、もう直列なんで、うん、こいつが入ったことでね急になんかこう独自のサウンドになっちゃったよね、うん、まあ、だから俺的にはもうこれはある意味挑戦というかね、うん、まあギターじゃない部分でも戦っていくよという、うん、ギタリストの鏡だぞ新しい音を追求しようぜという、そういうことです。こいつだしね、うん、まあこれの経緯、こいつを使う経緯もちょっとまた語れたらなと思うので。なるほど、はい、まあなんでとりあえず今日はこの辺で終わっておこうかなと思います、はい、まあなんか質問とかあったらぜひぜひコメントでお願いします。ではではお疲れしたー